ハスターもしくはハストゥル。ハストゥールはアンブローズ・ビアスの著作やクトゥールフ神話などに登場する架空の存在の名称。作品によって神、人、土地などを指す名称として用いられている。段階的に意味が変わっている。もともとはアンブローズ・ビアスが創造した謎の固有名詞であった。ロバート・ダブル・チェンバースは自作に取り込んだが意味が変わっている。続いて、 ハワード・フィリップス・ラブクラフトも自作へと導入した。今日のハスター像を確立させたのは、オーガスト・ダーレスであり、ハスターは、クトゥルフ神話の存在として知られるようになっている。名城しがたいものハスター・ハリコの生物オーガスト、ダーレス作、ハフの窓、ロバート・エム・プライスが、大へのークトゥルフ神話、TRPG、ボロマトイ死者、クトゥルフ神話において、ハスターは、 神の名前であり、旧支配者と呼ばれる、強大な力を持った存在の一員とされる。四大霊の風、名付けざられるもの聖寛宇宙の帝王、邪悪の皇太子などがある。ヨグソトースを父に持つ邪神たちの一体とされる。四大霊、水の邪神、クトゥルフとは半兄弟とされるが、ハスターとクトゥルフは対立しているという。ハスターはしばしばお牛座にある、 ヒアデス星団及びアルデバランと関連付けられ、ヒアデス星団に存在する古代都市カルコサの近くに、ある黒木、ハリコに住んでいる、あるいは遊兵されているとされる。また、プレアデス星団のセライノもハスターの支配下にあるという説がある。ハスターの姿がどのようなものであるかは、詳細は不明である。目に見えない力である。 触手に覆われた200フィート台の直立したトカゲである、川堀に似る、ハリコに住むタコに似た、巨大生物と関連している、などの説がある。クトルフ神話時代となってからも、ビアスやチェンバースの設定が死んでいるわけではなく、一例として、リンカーターは、ビアスの設定を再利用し、ハスターをカルコサにおける羊飼いの神として言及している。 クトゥルフ神話内でも、ハスター作品は、ワンジャンルを形成しており、英語圏では、ザ・ハスターサイクルという作品集も刊行されている。人型の化身があり、王への王と呼ばれる。ハスターは、生身の人間にも取り付く。犠牲者の体は、膨らみ魚類の鱗のようなものに覆われ、手足から骨がなくなる流動体のように変形してしまう。ハスターは、 風の神聖の狩猟とされる。風の神々には、イタカ及びロイガーと、ツァールが属している。その他に、バイアク兵と呼ばれる有力生物が、ハスターに仕えている。ハスターを称える呪文を唱えることで、バイアク兵を召喚することができる。クトゥルフ神話へのハスターの登場は、ハワード・フィリップス・ラブクラフトが1930年に執筆した闇に囁くものが最初である。 同作品には、ビアスやチェンバースの作品からの名称が、積極的に取り入れられている。しかし、同作品では固有名詞、ハスターが何を指すかは明示されていなかった。オーガスト・ダーレスが、ビアード・テイルズ1932年8月号で発表した、潜伏するものにおいて、ハスターは初めて神として言及され、旧神に反逆して、ハリコに封印されたとの設定が追加されたが、 あくまで簡単な説明にとどまった。神話への本格的な登場は、ダーレスが WT1939 年3月号で発表した、ハスターの期間においてであり、同作品において、クトゥルフとの対立が設定され、作品終盤においては、クトゥルフと直接対峙する場面まで描かれた。一方、同時期に、WT に作品を発表していた作家ヒュービー、 警部の作品でも、ハスターの名前が登場している。警部の暗黒魔術の島や、臨終の看護において、ハスターは、ジャークの皇太子と呼ばれており、それらの作品では、悪魔の類のように見える。ダーレスの連作短編、英語の探求においては、ハスターが、クトゥルフと対立しており、クトゥルフへの憎悪のために人類に手を貸すこともあるということが明確に述べられている。また、 ハスターに使える馬役兵が登場したのも同シリーズである。ハスターをヨグソトースやシュブイコールニグラスと結びつけたのはリン・カーターである。カーターが1976年に発表した陳列室の恐怖にてハスター、クトゥルフ、ブルトゥームの三神がヨグソトースのイボ息子たちであるという設定が示されている。チェンバースの作品に登場する王への王を ハスターの化身と設定したのは、ケイオシアム社から発売されている、クトゥルフ神話、TRPG である。同ゲームでは他にもいくつかのハスターの化身が、設定されている。ダーレス設定に限定しても、そのあまりの正体不明、名状しがたさに、ロバート・ M ・プライスは、風のせいにして、水生生物の特徴という意味不明さと、人類を援助しすぎなことからクトゥルフのライバルよりも、 素直に、旧神カテゴリーで良かったのではないかとまで指摘している。アンブローズ・ビアスの著作においては、1891年に発表された短編、羊飼いのハイイータにハスターの名前が登場している。この作品におけるハスターは羊飼いたちの神であり、恵み深い神として描かれている。アンブローズ・ビアスが1893年作品に発表した作品、青新社、 クトゥルーさんに、東谷町子役で収録されている。青新社文庫版で6ページの短編。冒頭に、預言者ハリの言葉が引用されている。この固有名詞ハリは、クトゥルー不話では、湖とされている。固有名詞ハリとハスターは、ビアスが本作品及び、羊飼い、ハイタにて意味ありげに言及したものであり、大滝啓介は、青新社文庫3巻後書きに、 クトゥルー神話逆転の発生学と題して解説している。歴史あるとカルコサの住人である、ホセイブアラル・ロバルディンは、発熱して専門に陥り、ベッドを飛び出した挙句に、荒涼とした平地へとさまよい込む。枯れ草と岩だらけのここが、どこなのか、どうやって来たのか、全くわからない。野生の大仙猫がさまよい、フクロウが鳴く。 重火をまとった万人らしき男が歩いてきたため、補正部は話しかけるも、無視される。どうやら相手には、補正部の姿が見えてすらいない。空には、アルデバランとヒアデス星団が輝いている。やがて、補正部は朽ち果てた墓石を見つけ、自分の名が刻まれていることを確認し、この場所が、カルコサの廃墟であることを悟る。最後に、霊媒、ベーロレスが、 補正部の例から聞き取った話を記録する。ロバート・ W ・チェンバースの著作においては、1895年に発表された短編集、王への王にハスターの名前が登場する。いくつかの短編にハスターの名前が登場しているが、その名称が具体的に何を指すかは不明である。アルゲバランやヒアデスと並べて記されており、星あるいは都市の名前とする解釈がある。 また、短編、椅子の霊場には、人間の鷹状として、ハスターの名前が登場している。王への王では、ビアスの作品から、ハスター以外にもいくつかの単語が取り入れられている。ビアスのカルコサの住民から取られた、カルコサ、ハリといった単語が、王への王では、ハスターと関連付けられている。木の印は、作中では、島目の王のメダルとされている。クトゥルフ神は、 trpg では、木の印が歪んだ三つども絵のような図案でデザインされている。ロバート W ・チェンバースの1895年の短編集、王への王に収録された。この短編集は、チェンバースの出世作となった。架空の儀曲、王への王からの引用詞という冒頭部と、筆者ビアス宛の匿名の手紙3章から構成されている。ビアスが創造した、ハスターと針を、 チェンバースは短編集、王への王で頻繁に言及した。大滝啓介は、青新社文庫三観後書きに、クトゥルー神話逆転の発生学として解説している。画家スコットは、アトリエの向かいに立つ教会から聞こえてくる説教や、賛美歌が騒音として苦々しく、また青白い顔の夜景の男を不気味に思う。気が散って、書きかけの絵をダメにしてしまったことで、 不気味な男に不満を抱いていることをモデルのテッシーに吐露すると、テッシーは自分が見た夢について語る。夢の中では、スコットが霊柩馬車の棺に収められ、御車をしていたのがあの男だったという。雇いのトーマスも、また、夜景を不気味に思い、殴りつけていた。その時彼の指がもげ、トーマスは、もう彼に近寄りたくないということをスコットに語る。 スコットが遠目で男を見ると、男の指が一本欠けているのが確認でき、気分が悪くなる。テッシーはある男にのぼせ、危機としてスコットに語る。話を聞くスコットは、彼女が自分のようなクズ男に惚れずに素晴らしい人物と結ばれることを願う。スコットはテッシーに自分が見た夢を語る。それはテッシーが語った夢の、 棺の中にいたスコットの視点からのものであり、単に彼女の話がスコットに影響を及ぼしたというだけのものであるが、聞いたテッシーは泣き出す。スコットは己の愚かさを反省し、テッシーを慰める。するとテッシーは愛の告白をしてきて、スコットは軽率にもキスで返事をする。我に帰ったスコットは自分が彼女には普通り合愛であり、 結ばれても二人とも不幸になるだけと予測して思い悩む。夜、夜景の男が木の印を見つけたかと口にするのをスコットは聞き、糸をつかめずにただ腹を立てる。テッシーのスコットへの態度は恋人に対してのものへと変わる。スコットは彼女に衣装と金鎖のロザリオをプレゼントし、テッシーはメダルをプレゼントする。入試元を問うスコットに、テッシーは 霊柩車の夢を見た日に拾ったものだと回答する。翌日、図書室で、テッシーが本、本王への王を読もうとしているのを見たスコットは必死で、静止する。しかし逆に好奇心を煽られた彼女は、読んでしまう。呆然とする彼女を見つけた、スコットも、また、本に目を通して読み切る。二人は本を読んだことで、メダルに刻まれていたものが不吉なる、木の印ということを理解した。 テッシーはメダルを捨ててくれと頼むが、スコットは自分でもわからない理由で捨てなかった。二人がハスターとカシルダのことを話している間、窓ガラスの外では霧が針の岸辺の雲の波のようにうねっていた。黒い羽飾りをつけた霊宮馬車がやってきて、スコットのアパートの前で止まる。教会の夜景が現れ、テッシーを殺し、スコットを殴りつけて生きたエる。 絶叫を聞きつけたアパートの住人たちが、スコットの部屋に入ってきたとき、死にかけたスコットと二人の死者を発見する。死体の片方、夜景の男は、もう何ヶ月も前に死んでいるとしか思えないほどに、不乱したものであった。判例、ありがとうございます。